だからそれを読んだのが僕は本当に小さい頃でよかった、小学校低学年でよかったんですよ。だからいくらあれを読んだのすごいと思っても、だから習いたいっていうところまでいかなかったんです。もうちょっと高年齢だったら、もう5、6年とかだったら絶対習いたいって言ってたかもしれないです。なるほどな、影響力があって。そういえばほら生配信でコメントもらったと思うんですけど、はい、虹を呼ぶ剣読みましたかみたいなことで、はいはい、あれはまたどういう意味合いでそういうコメントをいただいたんですか、ね、いやカルタバカ1台の、まあ、プロトタイプではないですけど、そのもうちょっと前に極真空手を扱ってる漫画なので、まああと、まあ、だいぶ 僕より上の方なんで、世代的にはカルタバカ1台もあっちに生まれなる人って結構いるんですよ。上の人はあれを先に読んでて、極真空手を知って空手の凄さを学んだっていう人もいるので、なのでちょっとそれを、まあ、読んでたかご存知かっていうのを知りたかったです。私の中ではね、カルタバカ1台一番最初に触れたのはフランスに大山さんが行って、はいはい、で暴漢にナイフを切りつけられる場面、はい、あそこですね、あそこを一番最初に読んでるくらいなんですよ。で、うん、そこら辺からちょびちょび読んでるくらいなんで、うん、で虹を呼ぶ剣とかは全然知らないんですよ、うん、でずっと後になって単行本を全巻揃えました。あ、でなんかすごいなとあれもうある程度大きくなってたんで、うん、これは相当行き過ぎてる漫画だなってなんでこんな漫画通用したんだろうなと思ってね、よく書きましたよねあれ、うん、確かにそのまだ空手のジャンルが少年誌に持ち込まれる、うん、あれぐらいからですよね、だと思うんですよ。まあ本人も言ってるその空手って柔道者としては悪役として登場する、うんね、悪いなんか武道として言われてるイメージを変えるようとして、まあね、変えようとなってますあれ、ね、なんか悪役になってますよなんか急にねでもまあ特に初期の段階で、ね、鍵っ子の弱い少年がそれを通じて強くなるあたりまではすごくこうやろうとしてたんだけど、急に変わっちゃいましたよね。変わっちゃったっすよね。なんかタコ部屋に押し込まれてから急になんかニヒルになって、なんかそれでまさに悪役の空手になっちゃったっすよね。昔から描かれるような怖い空手になっちゃってて、だからあの日はその柔道一直線でも言ってるその結局道を極めるには組織に属さずに孤高になって己をこう獣のように極めてっていう方に振り切っちゃう展開に持ってったんですよね。なるほどなるほど、うん、だからそうなんですね。でも、うん、事件はでもまあ面白いっちゃ面白いですね。なかなか柔道一直線はどうですか。柔道一直線はもうこれテレビですよね。テレビ、うん、桜井天一のテレビで、まあ、どうこうっていうのもまあなんだ、うん、まあこれもまあ実写のね、あんな人が飛んでブーメランみたいに戻ってくる合成もね、あれだから、うん、でもまあ楽しく特撮ものですよね。まあ考えたと同線上で見てましたよね。ああなるほどなるほど、うん、私なんかはねあれやっぱり外人レスラーたち来るじゃないですか。あレスラーじゃない、外人の柔道家が、あれの真似をして笑ってたんですよ、ね、はいはい、日本柔道弱い、日本柔道弱い弱いって言いながらあそこあそこライナー投げって言ってライナー投げだああいうところで楽しんでたぐらいで、うん、で原作も後にやっぱりあれもあれは愛蔵版の方で見ましたけど、はい、なかなかやっぱり中途半端ですね、あれもね。ああそう、キングのね、梶原作品ってどうにも漫画家に恵まれなくて、あれうちのチャンネルによく出てくださるその橋本一郎さんって方が、うん、キングの当時の編集者で、はあ、それで話してくださったんですけどね、当時のキングの編集長だったか、社長かな、うん、社長だったかな、編集長だったかが、うん、その漫画家残酷物語で長嶋慎二さんのファンになっちゃったんですよね、うんはい、で、まあ、その今受けてる梶原一騎と長嶋慎二を組み合わせようってことになったらしいんですよ、うん、で橋本さんは合わないよと思ったらしいのね、うん、で長嶋慎二っていうのはこう書き込むタイプだから週刊連載そもそも合わないしっていう危惧は持ってたらしいんですけども、その上の方でやろうってことになって、でやってみたら案の定長嶋さんが週刊連載に追いついていかないみたいな、まして梶原さんの原稿ってその日に来るらしいんですよ。当時結構タイトらしいですからね、まあ、しかも劣行になり始めた時ですからね、その締め切り当日に来るって、しかも長嶋さんは書き込むタイプなのにってそれは続かないですよね、うん、っていうこともあったりしたみたいで、うん、
それで切れたのが角田次郎さんですよね、うん、そうですね、あれでもうやってられないっつって言ってのが面白すぎるっていうところで褒めたっていうのがそうですね、だから角田さんの絵もすごい好きだったから、うん、あれが変わった時にねちょっと残念だったですね、うん、角田さんの絵だから空手バカ一代迫力があったし説得力があったんですよ、うん、あんなむちゃくちゃな話でも、うん、だってゆり達郎って言うじゃないですか、空手バカ一代ゆり達郎あれがテーブルにボコって穴を開けるんですよ、はい、あれを見た時に普通だったら納得できないけど角田さんの絵でやるし、でそれまでずっとその真実と思ってるから、うん、あれもすげえこんな空手家の人いるんだって思いながら読んだんですからね、私えこんな達人いるんだ、いたら出てきたらすごいなと思ったんだけど当時ね、うん、貝丸さん、まあ、変わってからはやっぱり足原秀樹編は僕はあっちの方が面白かったかな、先に雑誌はマガジンは角田次郎は単行本で読んで、うん、雑誌は貝丸さんあたりからやっと僕らも毎週読むようになったから、でちょうどあの辺だから割と面白く読んでたりそうなんですか、ね、私は影丸十和さんになってから絵があんま好きじゃなくなってちょっともっさりした感じ、うん、っていうかなんか乱暴っていうか、うん、でね面白いことにね当時角田さんがそれやんわり書いてるんですよ、うん、角田君って漫画知ってます、あ、はいはい、あの漫画家を目指すギャグ漫画なんですけど、はい、うん、その中で角田君の先生役の人が、うん、こう薬師高尾さんの絵、辻吉三平のね、うん、薬師高尾さんの絵を褒めてるわけですよ、うん、薬師高尾は絵がうまい、こんなに描き込んでるみたいなこと言って、でもう一つあのこっちの漫画劇画こっちの漫画はダメだみたいな感じで言ってて、うん、その先生がねでこんな乱暴な絵を描くようになったらいけないよみたいなこと言うんですよ、うん、その絵柄が影丸十和さんの絵柄なんですよ、そのもの模写じゃなくてそのもの使ったんですか、いやいや、あのもちろん角田さんが影丸さんっぽく描いてる、ね、描いて描いてるんですけど、まあ、どう見てもどう見ても影丸さんの絵なんですよね、うん、だから自分の後に描いてばかりって描いてる影丸さんの絵はあにあまり批判した、まあ角田さんってそういう人じゃないですか、うん、なんであれがね、私もう大きくなってたからね、あこんな露骨にやって大丈夫かなと思ってたんですよなるほど、だから後になってね、また違う形でね、やっぱりちょっと梶原さんの怒りが向かっていったっすね。そっか、ちょっとあとあの辺の有名どころで言うと、あと何だろう、実写巨人の詩があって、柔道一直線があって、夕焼け番長があって、タイガーマスクを書いて、明日のジョーを連載して、マイトのこともあって、まあ、有名どころ大体話したんですかね、うん、テレビ化したものを、赤き血のイレブンとかどうですか、あと赤、そうですね、赤き血のイレブン、キックの鬼、キックの鬼、はい、キックの鬼